カペラは、魚舎座アルファー星、魚舎座で最も明るい恒星で、全点21の一等星の一つ。冬のダイヤモンドを形成する恒星の一つでもある。肉眼では、一つの恒星に見えるが、実は二つの恒星からなる連星が二組あるよえ、連星である。主星となる連星系は共に、スペクトル型が G 型の黄色巨星の AA 星とアブ星からなる、分光連星である。 二つの構成は 0.76au 離れていて、極めて円に近い軌道を約106日で好転している。高度では AA の方が明るいが、表面温度は a b の方が高い。質量は共に太陽の約2.5倍である。この二つの構成は主系列性の段階を終えた虚勢となっているが、虚勢の進化過程において現在どの過程にあるかは分かっていない。 万星となる連星系は、A 星系から約1万 AU 離れた位置にあり、共に赤色 Y 星の H 星と L 星からなるくらい、連星系である。これ以外の C、D、E、F、G、I、K の構成は偶然カペラの近くに見える。見かけの二重星で、すべて連星系とは重力的に無関係の構成である。可視光では、カペラは紅白色に見える。 しかし、望遠鏡による昼までの観測では、青空とのコントラストで、より明確に黄色がかって見える。魚車座では一番明るい恒星である。前天では、六番目に明るい恒星で、天の赤道よりも北側にある恒星の中では、アークトゥルスとベガに次いで、三番目に明るい。北緯40度付近では、四番目に明るい恒星になる。現在、天の北極に、 最も近い一等星である。カペラは、南位44度以南では、地平線の上に登ることはない。南位44度は、ニュージーランドの南端やアルゼンチン、チリ、フォークランド諸島などが当てはまる。一方、スカンディナビア半島やフランス、カナダ、北海道北部などが当てはまる北位44度以北では、地平線に沈むことがない終極星になる。カペラから、 ポラリスを通過する延長線上を引くと、こと座のベガに到達する。よって、カペラはベガに対して、ほぼ正反対の方向にあることがわかる。約16万年前から約21万年前は、死闘級がマイナス1.8等もあり、前天で一番明るい構成であった。それ以前は、マイナス1.1等のアルデバランが一番明るかった。カペラとアルデバランは、 地球からは近くに見えるため、ポラリスと同様に北を示す、指極星として認識されてきた。古代バビロニアでは、春分の日没直後、この恒星と新月とが西の空に並びかかる日を感日としていた。リック問題で働いていたウィリアム・ボレス・キャンベルは1896年8月から1897年2月まで、カペラのスペクトルを観測した。 カペラ系の太陽系に対する視線速度には大きな変動が見られた。また、スペクトルは2つの天体の光が重なったような特徴を示し、時間とともにその重なり方が変わっていった。9月から10月の間に番星のものと思われるスペクトルは主星に対して青型変異を起こしていたが、11月から2月の間は赤型変異に転じた。 キャンベルはこれら2種類の変動は連生によるものと結論付け、1899年にカペラが分光連成であることを発表した。ほぼ同じ頃にイギリスの天文学者ヒューニューオールはケンブリッジにあるプリズム分光器を備え付けた合計25インチの望遠鏡でカペラを観測した。すると複数の構成の存在を示すスペクトルが得られ、 ニュールもカペラは連生であると結論付けた。多くの天文台で観測が行われたが、衛星系は構成同士が非常に接近しているため、二つの構成に分離して観測することはできなかった。1919年、ジョン・オーガスト・アンダースンとフランシス・ペアセは、ウィルソン山天文台で干渉法を用いて観測した結果、衛星系の分離に成功した。 翌年の1920年に衛星系の詳細な軌道要素を発表した。これは太陽系外では史上初めて天文干渉法による他の構成の観測が成功した例となった。1994年、ウィルソンやマ文台のマークスリーステラー干渉系を使用してより高精度な軌道要素が判明した。1914年、フィンランドの天文学者、 ラグナー・フューリー・ジェルムは、衛星系と類似した固有運動を持った構成が存在しており、この構成がカペラ内の連星であることを発表した。この構成は H 星と名付けられた。さらに、1936年2月には、カール・エル・スターンズは、この構成も連星である可能性を指摘し、同年9月にジェラルド・カイパーが連星であることを確認した。 アメリカのエアロビーハイロケットは1962年6月20日と1963年3月15日に、設計レゴ H09 メートル、赤いプラス45度付近の領域から強い X 線を検出した。分析の結果、この X 線源はカペラに由来しているものが判明した。1974年4月5日に、X 線天文学的な観測も始まった。 二回目の観測では、より容易に検出することができた。X 線の原因は、カペラのコロナに由来するとされている。カペラは、ドイツの X 線天文衛星、ローゼットの観測対象になったことから1、RXSJ51642.2 プラス46万1という名称もある。アメリカの X 線天文衛星ヘアをマイナス1も、X 線源として、 カペラを観測し、その結果、高温のコロナに、高性の時期が閉じ込められている、可能性が示唆された。太陽系に比較的近い星である。太陽とカペラはだいたい同じ色の光を放っているため、太陽も太陽系外から見たらカペラのような、黄色い星に見える。カペラは、黄色巨星 AA、A、と、アブからなる連星系と、 赤色 Y 性 H と L からなる連星系からなる。戦術の通り H を除くカペラ C から K は同一視野内にある見かけの二重性でカペラ系とは無関係である。引っ張るコス衛星による年収指差の値は76.20ミリ秒で誤差は0.46ミリ秒の範囲に収まっている。この値に基づくとカペラは 地球から約42.8光年離れていることになる。1960年、アメリカの天文学者オリン・エッゲンは、視線速度と固有運動の分析から、カペラがヒアデス星団のメンバーであると主張した。カペラとヒアデス星団の構成は、年齢が似ているため、物理的にも可能性は皆無ではない。また、この二つの星から1万千英 u 離れたところに、 赤色 Y 星同士のペアが発見されており、全体としては4連星である。カペラは2つの近接した黄色巨星で2009年にギジェルモトレスはこの2つの構成が約104日周期で好転し合っていることを算出した。主星カペラ AA は太陽の11.98プラスマイナス0.57倍の半径と 2.5687プラスマイナス0.0074倍の質量を持ち、表面温度は4 9 7 5 0 k である。高度は太陽の78.7プラスマイナス4.2倍にもなる。番星のカペラーブは太陽の8.83プラスマイナス0.33倍の半径と2.4828プラスマイナス0.0067倍の質量で、 表面温度は 573060K。高度は72.7プラスマイナス3.6倍になる。2011年、ウェーバーとストラスメアは、エッシェル解説合子を用いて3年半観測した結果、AA と a b の質量を、それぞれ2.573プラスマイナス0.009倍と2.488プラスマイナス0.008倍と算出した。カペラ A には、 連星系の影響でできた黒点があり、時点によりごくわずか変更する。このような変更性を、両県ザ RS 型変更性という。AA よりも AB の方が、構成活動が活発で、現在、ヘルツシュプルングラッセルズにおいて、ヘルツシュプルングの感激と呼ばれる領域に位置すると、されている。カペラ A 系は、地球から見て、日食を起こすことがない。構成同士の距離は、 1> 約1億キロメートルしか離れておらず、光天周期は約104日である。現在はスペクトル分類 G 型の巨星だが、主系列星だった頃は A 型主系列星だったとされている。今後、数百万年かけて巨大化して、赤色巨星になると考えられている。中心部では、水素の核融合反応を得、ヘリウムが炭素や、 酸素などに合成される各融合反応が起きている。カペラ H とカペラ L はカペラ a 系から約1万 au 離れた位置にある赤色 Y 星同士の連星である。この二つの構成は約388年かけて公転しているとされている。学名はアルファーアウリガエ。ギョシャザアルファー星という名称はバイエルフ号による名称である。カペラとはラテン語で メスヤギを意味するキャプラの指称語である。このヤギはギリシア神話に登場するヤギアマルテアとされ、数度ほど南西にあるゼータ星とイータ星のペアは、その子ヤギとされている。2016年6月30日、国際天文学連合の恒星の子有名に関するワーキンググループはカペラを魚シャザアルファー星 AA の子有名として正式に承認した。 アラビア語では、おしゃれな男という意味の、アルケイックと呼ばれる。ありがとうございます。